秋田災害新報、はい、インタビュー、本日は山田直樹選手にお越しいただきました、はい。まず山田選手の方から本日の試合の振り返りをお願いします。今日は前半いい入りができてずっと押し込んでたんですけど、まあ、チャンスも多くあった中で点を決めれず前半を終えてしまい、まあ、後半もいくつか、ね、チャンスがあった中、まあ、相手もチャンスあったんですけどそれを守りきって、まあ、チャンスを決めきれず終わったっていう感じです。はい。雨、雪と、悪天候の中、4000人近い、お客さんが来場いただきました。そのことについて何かありますでしょうか。いや、たくさんの方がホームでスタジアムを青色に染めてくれたことに対して本当に感謝します。そしてその中で僕たちが勝てなかったっていうのは非常に残念ですし申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ、まあ、次につながる試合はできたと思うのでまた次節全員で勝てるように頑張りますので応援よろしくお願いします。試合の中で、チャンスは、これよりも多くあったと思います。まあ、そのことについていかがですか。まあ、チャンスは多くあったんですけどやっぱり決めきれてないっていう部分でまだまだなのかなとは思います。僕も決定的なチャンスが一つあったのでそういったところを決めきらないとやっぱり勝てないのかなと感じてます。ホームゲームが続きます。次節に向けて意気込みをお願いします。次節次こそは勝ち点3を全員で取りに行くので全員で応援よろしくお願いします。本日のインタビューは山田直樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。